街で少し気晴らしでもして気持ちの切り替えをしないと。そうね、重ねには無理強いはできないけれど。そうだな、ナオミのあの姿を見たら僕だって動揺せずにはいられなかった。さて、待機って言われてもな。海抜軍本部へでも行ってみるか。いえ、その前に我々の話を聞いていただけませんか。あなたはどちら様。ご挨拶が遅れて失礼しました。セーラン政府の者です。皆様にお願いしたいことがあって参りました。トラバース様とは別の意向を持った方々からのご依頼となります。どういうことだ。カレン連隊長とセイランの政府は一枚岩じゃないのか。クナドゲートが生成された原因にユイとスメラギが関係していると判明しました。指揮者が言うには、クナドゲートをこのまま放置しておけば世界に大きな災いをもたらすとのこと。そのため私たちはユイとスメラギの暗殺をトラバース様に進言いたしました。しかし退けられてしまいまして。そこで私たちは改めて考慮し、重ねにユイと暗殺してこいって言う。いいわ。重ね、お前何を言ってるのか分かっているのか。そう言っていただけて助かります。ユイとスメラギは現在菊池場で何らかの任務を遂行中であるという情報を掴んでおります。後のことはお任せします。それでは私はこれで失礼します。今の男、何者かまでは特定できなかったけど、セイラン自治政府の官邸所属ってことは確認できたわ。では政府からの依頼だという話は眉唾ではなさそうだね。重ね、やっぱりユイトを暗殺するの。なあ、俺が言うのもなんだが極端が過ぎないか。未来のユイトから聞いたって話を疑う気はねえけど。カゲロウの言う通りだ。確かに状況証拠は揃っているが、それらは間接的な証拠に過ぎない。カレン連隊長の意思にも反することになるんだぞ。それでもやるっていうのか。ええ、ユイトを殺すわ。多分それが唯一の解決法だから。何を分かった顔をして。それじゃあ私菊池場へ向かうわ。ああ、クソ、勝手に行くんじゃない。ちょっと待ってちょうだい、重ね。考え直すべきだと思うわ。そうだぞ、お前は決断が早すぎる。やれやれ、重ねちゃん全然聞いてないぜ。本当に自分勝手なやつだな。ユイトの現在地が分かったわ。でもねえ、カサネ、本当にいいの。いいも悪いもないわ。それしか道はないんだから。ナビをお願い。了解。
今みたいな火の攻撃で体が燃えてしまったら徐々に体力を奪われるわよ。要注意ね。ユイトの現在地が分かったわ。でもねえカサネ、本当にいいの？いいも悪いもないわ。それしか道はないんだから、ナビをお願い。了解。今みたいな火の攻撃で体が燃えてしまったら徐々に体力を奪われるわよ。要注意ね。このままでは火傷するわね。一緒に風で行きなさい。早く済みに。やるね、お見事。すまない、助かったよ。これでもっとみんなを守れるわね。
行けるわ。終わりです。しっかりしたまえ。しとめた。今の液体危な、かかったら動きが鈍くなるわよ。気をつけてね。さーて、役人様の指示通りこんなとこまで来ちまったが、カサネ、本気でユイトを殺す気なのか？どちらにしろあなた一人で行かせるわけにはいかないわ。みんなも頼むわね。仕方ない。カサネ、戦いには協力するが、その先は我々も自分の判断で動くつもりだ。いいね。いた。カサネ、待ってくれ。話をさせてくれ。断るわ。死んでもらう。
どうして俺の命を狙うんだ。言うくらい教えてくれてもいいだろう。話をする気はないと言ったはずよ。私に任せて。もっとこっち集中。無駄よ。今に。さて、いや、許可お願い。どうして俺の命を狙うんだ。今ならいける。うくらい教えてくれてもいいだろう。話をする気はないと言ったはずよ。ドクラギを発動する。俺はそんなつもりはないんだが。ああもう、頼むからじっとしててくんないかな、つぐみちゃん。
ブレインフィールドだと。正気か。カサネ、ここではユイトが有利だ。注意しろ。ここで負けたら俺はまだ死ねない。死ねない。もっと力を乗りこなせるかい。重ねのためなら。
許可お願い。貸してもらうわ。一緒に。やるじゃないか。倒れなく入ったメンバーがいるわね。教えてくれ、どうして父さんを殺してセーランに着いたんだ。父さんが怪異化の研究に関わっていたからか、ニューヒムカがナオミを怪異にしてしまったから。そう、あなたも気づいたの。ええ、そうよ、その通り。ユイト様、
こだまちゃんが来ましたよ。あ、こだまか。面倒なやつが出てきた。カサネ、一旦アジトへ引こう。あ、待ってくれ、カサネ。なあ、やっぱりこんなのおかしいだろう。どうしてそう簡単にユイトを殺そうと決められるんだ。あの日未来から戻ってアジトで合流した時、カサネは言ってたよな。それが未来を守るためだから。カサネちゃんよ、そこまで言うんなら本当にそうだと言い切る。残念だけど俺はまだユイトを殺せばす、ま、親父殺して息子までってのも。断言できるのならば私もぜひ聞きたい。言うだけ無駄だわ。無駄かどうかを決め、え、前から言おうと思っていたんだ、カサネ。お前は決断が早く、なすべきことをすぐに見極める。熱くなっても冷静さを取り戻すことだってできる。そういうところは素直に尊敬しているさ。だからこそ僕はカサネをリーダーと認めることができ。ユイトを殺す、なぜだ。納得できる理由を聞けない。それは。おっと、試練、ひとまずその辺にしといてやろうや。でも試練の剣幕にカサネちゃん面。ねえカサネ、私、重いのか軽いのか、痛いのか苦しいのか、分かってるのは。言うだけ無駄だということは、言うべきこと。幸いなことにここには様々な価値観を持った人間が。言ってみろよ。そうよ。やっぱり話すつもりはないのか。あ、違うわ、うまく説明できなくて。言うだけ。あ、そういう意味か。ごめんなさい。あ、さすがにそれ。試練くんさあ、そこお前さんの可愛いところでもあり。うるさい、カサネも。ええ、一つ目の理由はクナドゲートに感じた。あのゲートからはレッドストリングスの力が、本来すぐに消えるはずの時間跳躍の通り道が、ユイトの超能力の、未来のユイトが言っていたことに。二つ目の理由はカレンに言われたことよ。彼は。なんだって。これは嵐も盗み聞きしてたから知ってるわよね。ああ、未来での意味深な発言からもカレンが関係して、少なくとも時間跳躍という超能力。三つ目はセイランの役。疑ってかかっていたものが重ねの中で。そう、全部状況証拠。重ねは謝る。我々の疑問に対し重ねは必要、そして説明をしてもらったこと。ああ、ようやくな。どうして相談しな。だからそれはちゃんとした証拠じゃないし。だが僕は納得をしたぞ。ここにいる他のみんな重ねの。だからこれ、僕たちは命を。また間違えているわよ。え、そういう時に言う言葉は。そうだな、仲間との信頼を深めたい。あ、その、あ、ありがとう。カゲロウとも、たまには話してみるべきかしら。カサネ、よかったわね。これからはもう一人で抱え込んじゃダメよ。ハルカ、聞いていたのね。うん、私もみんなと同じ気持ちだったから。ということで、
これからは私にも何でも相談してね。